カルバンクラインの CK というロゴをクリスタルキングだと思っていた、ルームさんのリーダーコウでございます。ね、今更なんですけども、この動画では、自己紹介していこうかなと思います。我々ルームさんというバンドの自己紹介ですね。まあまあ、ボーカルのランがね、前回出した動画にですね、ちょこっとそういうバンドの歴史的なことが入ってたんですけども、まあ私からも一応紹介しておこうと、思います。2014年11月結成。はい、11月、もうだから6年近く前ですね。5年半前ですか。もう今6年目ということでね、もういつまでやっとるねんっていう思ってる方もいると思いますけども、結成当時ね、私コウとボーカルのラン、まあ2人がメインということ で、あとはね、寄せ集めで、その時の音楽仲間に声かけて、いろいろベース入ってもらったりとか、ドラムしてもらったりとかをしてましたね。あとは2人で、ギターとボーカルみたいな感じで弾き語りチックなことをやってました。まあそれではね、ずっとやってたらね、我々もともとそのロック好きなんで、バンドとかみんなで演奏するのが好きなんで、ね、2人でずっと弾き語りとかをやってるとですね、まあ飽きてくるんですよね。面白くないというか、迫力がないというか、もじ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 してたんですけども、そこでですね、メンバーを入れようと思いまして、ちゃんとバンドにしようと思いまして、1年後の2015年9月に、ドラム、ピアノ、ベース加入ということで、わさっと急に人数が増えたんですよね。このドラム、ピアノ、ベース、じゃあどうやって、加入させたのかというと、実はこれネットのメンバー募集サイトで応募して、来てくれた人たちなんですよね。で、ドラムさんはね、サラリーマンなので今そんなに露出できないんですけども、まあ、ピアノのノリ君っていうのがいてまして、髪の毛長い男の子ですけども、ノリ君っていうのがいてまして、このノリ君は未だにおります。で、ベースはちょっと、この何年、2年後ぐらいに抜けて、今サポートでね、ジェル君というベースが、入ってますけど、まあ、そういった感じでですね、長々ダラダラと、続けております。まあ、その、バンドをするのに私らね、メジャーですごいめっちゃ売れたいとか、そういう風な思いがあんまないんですよね。武道館に行くぞとかっていう、ね、アーティストの方もいてますけども、全然そんなこと思ってないんで、楽しく、なんでしょうね、ちょっと、まあまあ、収入になってね、楽しく末長く、ワイワイと続けれたらいいかなと思ってるぐらいで、特にね、そのメジャー行って売れたいとかいうのがね、ないんです。だからよく聞かれるのが、今後の目標何なんですかとか、今後の展望はとかってよくね、ラジオとかでよく聞かれましたね。何年か前に NHK の大阪放送局の、ラジオにとかゲストでね出たことあるんですけども、今後の展望はって聞かれてもね、これがねないんですよね、展望が日々目先の楽しみですね。目先の人参を追いかけるという日々を送って、もはや5年半が経ったという感じでございますね。1ヶ月先、1ヶ月先とかにちょっと楽しみを入れていくんですよ。ちょこちょこ。それをやっていくとね、まあ、継続できるというか、まあ、結果こうなってるというか、継続しやすいと思いますね。あんまりその武道館行くぞ、メジャー行くぞっていう目標になると、目標が大きすぎましてですね、今どうしていいかわからないっていう、ことになるんで、1ヶ月先、2ヶ月先にな、ちょっと今よりいいことしたいなっていうぐらいなことを考えて日々やってましたね。だって毎日ちょっとした楽しみがずっとある方が私はね楽しいと思うんですけどね。で、その結果がまあ大きいことにつながるのかもしれないですんで、仕事でも何でも趣味でもそうですね、ちょっと先にそのちょっと成長するというか、目標というか、作ったらいいのではと、私は思います。はい。で、まあこのね、2015年ぐらいからもうすでに結成1年後からは始めてるんですけども、活動をライブハウスから公共施設に、変えてるというかね、もともとライブハウスで、やってたりライブバーとかね、やってたんですけども、まあまあまあ、どうなんでしょう、そのどうしてもその打ち分かしてくるんですよね、その音楽仲間同士で、そのお客と
演奏者が入れ替わるみたいな、毎回そうなってくるんですよ。どうしてもこれ結構ほとんどの人が体験してると思うんですけども、ね、ライブハウスでそのすごく内輪乗りというかね、まあ、これはもうなってましたね、内輪乗りに、非常にちょっとそれ私面白くなくなってきまして、まあ、せっかく音楽をやってるんだからいろんな人に聴いてもらいたいなっていうのもありまして、ね、でそこから、公共施設というところに、活動を変えました。これね、今やってるのが阪急フェリーさんって、フェリーの中でライブして北九州まで一泊して、で、北九州着いたらね、大分の、とあるところでまたライブして、でまた戻ってきて、また大阪にフェリーで帰るというね、また往復フェリーの中で演奏しながら帰るというね、やつ面白いじゃないですか。その、演奏してね、フェリーの中でご飯いただいてね、で、まあ、そのまま酒飲んで寝れるわけですから、めちゃくちゃ楽しいというかね、船の上でだって朝焼けとか夕焼けというかね、めちゃめちゃ綺麗ですから、ちょっとそういう旅行気分でライブしてみたいな感じ結構多いですね。で、そのまあフェリーライブをきっかけにですね、あの各地の温泉施設とかね、公共の宿泊施設とか、今ね、あの休暇村さんっていうところでもやってるんですよ。休暇村っていうその宿泊施設、公共の宿って言っていいのかな、そういうところでありまして、まあ、そこでもまあこう、ね、演奏してご飯いただいてね、そのまま部屋帰ってそのまま寝れるでしょう。で、次の日ちょこっと観光して帰れるってめちゃくちゃ楽しいじゃないですか。もうそれ楽しくやりたいんですよね。だからまあ活動を公共施設に変えて、でこれをすることによって、そのいろんなあの外のね、もう知らないお客さんばっかりが相手になります。あのほとんどアウェイです。あの内輪でその知ってる人がいるシーンの方が、少ないぐらいです、我々ね。でも公共施設とかで、今ではね、あのスーパー銭湯とかもやってますね。スーパー銭湯さん、あの純烈みたいな感じですね。スーパー銭湯さん行って、スーパー銭湯さんでライブとか、そういうところと、より多くのね、あの知らないお客さんね、我々を知らないお客さんにいっぱいその拡散というかね、知ってもらうと、でまあそこでちょっと CD 販売したりとかしてるんですよね。物販的なやつもしたりして、その CD が売れた時は、おーやったぜ、今日はいいライブができた、売れなかった時はちょっと反省やのみたいな、まあそういうことになるわけですけれども、公共施設で、ライブすることになりました。まあ公演とかもあったかな、妻のね、公園さん、公園で、ちゃんとした公園なんですけども、そこで、ライブやったりとかしております。だから今もこれは変わらないです。あのライブハウスは、まあ、たまにやりますけども、ほぼ公共施設さん、土佐回りとか各地で、ね、岡山に行ったりとか、福井県ね、福井県、大阪から福井県まで行ったりとか、あとまあ北九州はもちろん、岡山、福井、あと香川県ですね。川も面白かったです、そこは休暇村さんなんですけども、そういうとこ行って、まあ、泊まりがけでライブしに行く、旅行プラスライブみたいな感じでね、まあそこでまあ、ちょこっと、お金にもなったりね、してるんで、非常に、今いいやり方なんじゃないと自分では思ってます。ちょっと稼ぎながらその旅行を楽しめるというライブがね、多くて、もう楽しく行きたいんで、とりあえずね。これがまたお金を出してやるってなると、まあ、趣味の方はもちろんそれでいいんですけども、我々ちょっと そこはあの考えが違うんで、お金を出ていく方になってしまうと、これはちょっとね、メンバーとかみんなが若い子もいるんでしんどくなっちゃうんで、ね、お金を入ってくる状態で、いろんなところでライブをさせていただくということがね、まあ、ここ数年やっとね、できるようになりました。まあ、長かったです。結構ね、そこに至るまではいろんなことをありました。お客さんに教えてもらいましたね、その現地に、ね、来てるお客さんって結構いろいろ言ってくれたりするんですよ。あのアドバイスというかね、もうちょっとこうしたらいいのにとか言ってくれるんですよね、それって非常にありがたいんですよね。大抵 そのバンドマンの人って何か言われたらすぐ反抗するんですけども、うちはそうじゃなくて、だってそこにいるお客さんが見て、まあ、そういう意見をいただいた、だからまあそれは
まあ、やるかやらないは別にして一旦持って帰って、考える必要はあるでしょということでですね、まあ、お客さんにでもいろいろ教えていただいた結果ですね、いろいろ改善をしていきまして、ね、ここ数年、ここ2年ぐらいは、そういう公共施設さんのお仕事として、いただけるようになったんで、非常にこれはありがたく思っております。まあでもね、それだけでガポガポ稼げるとかはまあ全然ないんで、まあぼちぼちという感じでございます。もうね、ゆっくりとぼちぼちと楽しく、やればいいと思うんです。で、まあ、ここちょっと変えてないんですけど、ラジオとかも結構一時期やってました。まあゲスト出演ですけどもね、いろんなラジオ出てましたね。 NHK も実は出たことあるんで、NHK にね、KBS 京都とかいうその大手の、まあ言うたらラジコに聞ける放送局から、コミュニティ放送局、大阪のね、いろんな地域のコミュニティ放送局もやりましたし、年間の三山ひろしさんのスポンサーさんがやってるラジオにも出させていただいたりとかね、結構その辺ではいい思いはしてるかなと思いますけども、ただただやっぱりラジオってなかなか効果出ないっていうのがありましてね。で、まあ今年から、これですね、最後、YouTube を頑張ろうかという話をしましてですね、本格的に2月から、YouTube やっていこうということで、まあ作り的にも、動画の作り的にもそういう風になったりとか、まあこれまではですね、まあただ単にもライブした動画を、倉庫の代わりに入れてただけなんですけども、今年からは YouTube やろうということで、YouTube 頑張ろうと思っていろいろ YouTube でやってきております。本格化、2月から本格化で、今5月なんですけどもね、まあ3ヶ月で、なんとか収益化できたんで、今で、1260人ぐらいですか、チャンネル登録数。本当にこれね、ありがたい話でございます。まあ早いですね。1年かかると思ってたんで、こんなに早く収益化とね、チャンネル登録数はこんな1260とか、まあ1300手前まで来てるんで、そこまでになるとは思ってませんでした。なんで、まあ、ね、1年以内に5000人ぐらい行ったらすごいなと思うんですけど、まあまあまあ行くか、まあ、こっからね、なかなか伸びないですから、まあそれもあんまりね、YouTube でこんだけ頑張るぞ、トップ YouTuber になるぞとかいう気はさらさらないんでございます。まあ、楽しく、まあ、ちょこっとだけ収入になればいいかなぐらいにしか考えておりません。楽にやっております。ね、バンドといえばもうガツガツして間違えたら怒ったりとか、ね、ピリ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 してるイメージが非常にありますけどもね、まあ私の周りもそうですね、みんなピリピリしながらやってるんですけども、うちはね、緩いですね。もう、間違えたらまあまあ、それは仕方ないですし、まあ、あとの笑い話ですしね。ゆっくりゆっくり楽しく、まあ、ゆっくりといえどそのライブ本数はかなりうち多い方なんで、まあ、すごくやってるねってよく言われるんですけども、まあまあゆっくりでいいじゃないかと、まあ、本人たちが楽しく笑いを多くね、キャー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 言いながら笑って過ごせるという、日々を送っております。まあそんな感じで、まあ、楽しくですね、ゆるく、全然がっついてないんで、ガツガツとは言ってません。もうゆっくり、できることに、できるときにできることをやればいいんじゃないと思ってますんで、まあそんな感じでですね、のらりくらりと、まあね、6年目に入りましたけども、まあまあ今年新たに、YouTube を本格的にやるようになりましたんでね、また知らない、視聴者の方ね、たくさんおられますけどもね、できましたら、まあここに書いてますけども、応援よろしくお願いいたしますと。ということでございます。まあ、応援といっても、まあ、動画見ていただいたりね。まあ、良ければね、ツイッターで、ちょっと、つぶやいていただいたりとかね。まあ、もし良ければ関西の方でしたら、まあ、ライブ見に来ていただいたりとか。うちね、ライブ、お金取るライブほぼないんですよ。こういうところでやってるんで、公共施設とかスーパー銭湯なんで、そこの施設さんから、まあまあ、ギャラという形でいただくことが多いんで、ほとんど無料ライブなんで、ふらーっと来ていただいてね、まあ、ちょっと聞いてもらって、まあ、気に入らなかったら出て行っていただいても全然構わないですというスタイルが多いんで、まあ、その分自分たちはプレッシャーになりますけど、まあまあ、いいプレッシャーじゃないですか。だって、聞いてるお客さんが気に入らなかったら出ていくって、もう分かりやすいこれ判断でしょ。ね。
これをチケットとして売ってしまうとお金払ったからそこにいないと仕方がないっていう風になっちゃうんで、まあ、なるべくうちは今の段階では、こういう公共施設とかもう目の触れやすいところね、みんなが来やすいところでやってますんで、いろいろね全国ね、まあ、今ちょっと西日本ばっかりですけど、大阪から西側ばっかりですけどもね、いろんなところでライブやってますんで、まあ宣言解除されてからねまた告知等はね YouTube とホームページでもさせていただきますんで、そちらを見て来ていただければと思います。全然声かけて、いただいても構いません。もうこんな簡単な感じの人間なんでうちはもうそうなんですよ。みんな緩いんでね、そんな噛みついたりはいたしませんということで、これからもね応援よろしくお願いしますということで、この動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。